パーフェクトタウンできたから、これからは強いクラブを作りたい。うまく選手が集まらなかったため、世代交代をすることになり、チーム力が下がっていた前回、しばらく立て直しを図ることになりました。エディット選手も作り直し、仕切り直しです。では20年目、立て直しは数年かかると思うので、しばらくは耐えねばなりません。契約更改は、エディット選手が長期契約を結び、留学準備が完了。他の選手もすべて契約更新しております。キャンプはボゴタ、オフェンシブミッドフィルダー向きのところにキャンプに向かいます。3月、バンチと野田が帰国、2人しか帰ってこないというのは、若手不足が否めません。さらに立浪とエディットの高杉がボゴタに2年留学、帰ってきたらオフェンシブミッドフィルダーの層が厚くなるでしょう。という年始の作業が終わり、世界ランクのチェックをしたら、32位、今後持ち直せるかが鍵です。あ、ちなみにメンバーほぼ変わってないので、後で見ましょう。というか、変わってなさすぎて、シーズン前のチェックすらしていませんでした。立て直しの最中とはいえ、J リーグは余裕の優勝。セカンドステージは無失点での優勝となり、年間でも失点数はたった一つという年となりました。じゃなくて、補強は？なかったんだね。新たに選手を補強なんてことはなく、20年目が終わりました。最高レベルのグラフにするなんてほど遠すぎるよ。今いる選手が強くなればいいんですが、人が減っていくので、補強しないとほんとやばいのに、いなかった悪夢、次頑張ろう。一覧で見ると、キーパーはまだ大丈夫、センターバックが怪しい、左サイドバックも限界、マリウスも怪しい、杉下川本も、転生してもおかしくない、若手もそんなに多くない、スカウトが仕事しない、難しいですね。東条秀虎、海道勝、ここはそろそろでしょうか、でも人がいないから切りにくい、でも切らないいけない時期に来た、という狭間で揺れています。若手はいると言っても、未来あるのは高杉と立浪くらいでしょうか、他はそこまで能力が高くないので、最強選手ではないですし、近未来のチーム力は確実に落ちると思います。そして東条が引退を表明、穴がポコポコ湧き出す我がクラブ。他の結果は、出た大会すべて優勝し、経営的はすべて順調というシーズンでした。では、21年目。補強する前に人が減っていく事態を何とかしたいですが、まずは契約更改。ベテランの街道をどうするかでかなり迷いましたが、あまりにも人が減って追いついていないので、もう1年だけ契約します。もう少ししたら左サイドバックの砂見さんが帰ってくるので、うまく交代できればいいんですが、どうなるか。キャンプはリスボン、守備的ミッドフィルダーをメインとして、多少幅広く能力が上がるところです。チーム力は厳しくなっていますが、世界ランクは再び黄色のゾーン、27位となっています。耐えられるのだろうか、来年さらに人が減るのは確実なので、いい補強をしていきたいところです。左サイドバックの街道からの卒業は間近ですからね。選手枠はしっかり空いています。なので、スカウト。いい人がいたら変えちゃいますか。ということで早速、スカウトを変えます。島津大吾という優秀な人材がいたので交代。単純なお任せでの能力は荒巻より低いですが、もう偏っている気がしてしょうがないので、
その偏りを変えたい、ということで島津に変更です。流れが変わるのかどうか、今後に期待しながら、常にチェックをしていきましょう。というところで、ファーストステージが終了、成績が落ちましたが優勝をしていました。その後8月、あたりではないですが、やや流れが変わったか、サントスが現れます。正直強いというほどではないですが、谷間の世代すぎるので取りに行きます。さらには岩木聡、16歳で現れたので、谷間を埋めるべく獲得です。久しぶりに2人入団、流れが変わったと言っていいのかな、良かったと思います。9月には補強、ではないんですが、なかなか珍しいものを見かけます。選手の年齢ですね、47歳、これは初めて見ました。最近の坂津区にはキングカズが現役でいるので、このくらいの年齢は見ますが、この2002では初めてです。その後11月、砂見さんが帰国、将来の左サイドバックの主力として、穴埋め程度の期待ですが頑張ってもらいます。さらにはグラーフがリスト入り、以前も見つけていましたがその時は取らず、今回は強制的に転生させます。転生して、若い状態でどこかのクラブに出てきてそれを取るのもよし、未所属の状態で10代で現れたら、パーフェクト、という状態を作っておきましょう。そして即解雇、これで完了です。で、一度パワーを溜め込むという状況にはなってきたかと思いますが、まだまだですね、でもよかったかな？グラフなどを見比べてみましょう。多少は育ってるはず。19年目から見比べると、一度持ち直しているけど、21年目は下がったり上がったりという感じでした。ここの選手は、さらに人が減っていくので何とも言えませんが、一旦冬が来るのは確実ですので、それに備えて補強はさらにしたいところです。連携面は濃いとこもありますが、これから薄くなるので、ここも耐え時です。そして萩原が引退、次々いなくなっていくぞ。結果は全て優勝。入会数は微増で、秋田の人口が増えてることが理由かな？次回頑張ります。スカウトもいっぱい交代しようかな。今回はここで終了します。スカウト本当に頑張れー。ご視聴ありがとうございました。